山かがし、これマムシ？え？山かがし。これ超綺麗だよ。超綺麗だよ。これバーンとバスってほしい。出てきた。でかい。いいよね。すごい。もう少しだと出るでしょ。まさしくお前俺らに食ってくれみたいな感じの超重い。これ何これ、こんだけだけで入ってきたんだ。相当やばいでしょこれ。今日の晩飯ゲットじゃない。これ何だけですか、晩飯さん。これほらマジでうまそうだよ。でも変わるだけじゃない、ホットケーキだけみたいな感じだよね。
ジでやばいよ。助けてくれ、助けてくれ、寒いよ寒いよ。呪いだね。なんだ、あそこに水浴びしてきていい。撮影してくれる？いいっしょ。ちょっと行ってくるわ。関係ないよ。もう俺一瞬なんで風呂入ってなかった。あ、最高じゃん。はい、もうフリーシャワーで。はい、今朝からもう不安で今まで食っちゃうんだけど。握ってジャーっていっちゃうやつにはあんま追わないから。目の前にね。すごい波紋だったからな。食わねえか。向こうの左側のあの壁の方行ってみて。入ってたのかな魚ね。すごい距離来たよね。浅い。土のうがいっぱいしてやんですね。惜しいな今のな。うん。こそがビビビって逃げたもんね。マジ惜しい。入ってんだね。ネズミにしとくべきだった。このサイズだったかもしれない。でかいそうだったね。何がすごすぎて何かわかんない。そうっすね、まだね。もうあの冬だとか出るそうなの。このサイズは一般人絶対喜んでください。そうなんだ。昨日つけたの3連とかもよ、はい、あれ普通のでかい3連でも釣れんだけど、はい、やっぱあのサイズにしたらバイト数が全然いっちゃうじゃん。違うんすよ。ギルも食うじゃん。そうなんすよ。ちょっとちっちゃくするんだけど全然ちゃうよね。違いますね。なんかでかいのがいいのかなと思ってたけど、場所場所によって違いますよね。それあり。やっぱめってこねですよ。出そうだ。
え？あれは買ってたのに。